んちゃ、塩です。今回はペイペイモールで販売してあったマイクっていうのは本当に使えるのかというのを検証してみたいと思います。ガジェット紹介ですね。今回はペイペイモールで買ったマイクを紹介していきます。まずこのマイクについてなんですけれども、このような紹介がされてありました。ペイペイラーキングレコード、ペイペイモールで受賞いたしました。ということで、下を見てみると、2021年8月9日月曜日、オーディオ用マイクカテゴリーで第3位を取った商品らしいです。ペイペイモールユーザーの中では、人気のあるコンデンサーマイクなのではないかという考察ができます。そんなに人気のあるマイクなら、具体的にどんな性能なのかというのを見ていきたいと思います。まずはマイクのボタンについて見てみましょう。ダイヤル式になっていて、右に回せば音量が大きくなり、左に回せば音量が小さくなります。このマイクの最大の特徴は、画像にもある通りワンタッチ静音ということであって、録音時は緑色のライトが光ってミュートにしたいとき、ダイヤルを押し込むことによって赤いライトが光ります。そしてミュートにすぐ切り替えられるということです。ここでマイクの性能を見てみましょう。マイク本体の仕様はこのようになっております。続いて USB ケーブルの仕様はこのようになっています。続いて開封する動画を撮ったので、こちらをご覧ください。さあ、まずは箱の周りから見ていきましょう。正面を見て横側、側面はこんなになっています。裏側はこんな感じで英語かなが、結構書かれていますね。まあちょっとなんて書いてるかわかんないですけど、まあ見てみてください。さあ、開封すると一番最初に現れたのはマイクにつけるモコモコですね。モコモコが現れました。そしてその下には、取扱説明書ですね。取扱説明書が現れました。日本語で書かれているというとても親切な取扱説明書になっています。ここに使用や取り付け方法、さらには注意点も書いてあります。さらにめくると、これはマイクとパソコンをつなぐケーブルですね。ケーブルが入っています。さらにはユーザーマニュアルが入っていました。中身はこんな感じです。上部には2つものが入っていました。1つはこれは何かの部品ですね。後で取り付けることになるでしょう。さらにこれは三脚らしいものが出てきました。だいぶチャッチそうですね。さあ、お目当ての本体のマイクが出てきました。こんな感じで結構しっかりしてます。取り付け方を見て、取り付けてみたいと思います。まずは袋から道具を全て出してみましょう。こんな感じで、やっぱ三脚がどうしても気になっちゃいますね。さらにはマイクを取り出して、部品は以上ですかね。こんな感じでまず三脚を立てて、さっきの部品が登場しました。これは三脚とマイクをつなげるアタッチメントみたいな感じですね。下にあるネジみたいなものを取り外して、このように三脚につけていきます。横にあるネジを回すことによって角度を調節できるみたいですね。さらにマイクをねじり込んで装着してみたいと思います。これ最後もね、全部閉まると思いきやそうでもないんですね。さらにコードをつけて、このような感じになります。最後に上からモフモフをつけてあげて、マイクの組み立ての完成です。どうだったでしょうか。ちなみに音質は今聞いてるこの声こそがこのマイクを使って録音しています。どんな感じでしょうか。個人的には結構いいなと思いました。マイクの音質は。デメリットとしてはやっぱり三脚がどうしてもチャッチーなと思いました。三脚が固定されるわけでもないので、すぐバランス崩したりすることが多々ありますね。まあ普通に使ってる分には特に問題ないです。机の上の振動を結構吸収しやすいというのがあって、音声録音時は結構体はガチッと固定しながら録音してる感じです。皆さん
いかがだったでしょうか。こんな感じでペイペイモールに売ってあったマイクの紹介をさせていただきました。この動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。